コモドール64は、コモドール社が1982年1月に発表した8ビットホームコンピューターである。C64, C コール 64, C-64 などと略記される。時に、CBM64 あるいはビッグ -64 とも称される。コモドール64の量産は1982年春に始まり、 同年8月に595ドルで発売となった。最大の特徴は64キロバイトのラムを搭載していた点で、コモドール社の従来製品である、ビッグマイナス20やコマドを PET、あるいは当時の他社の同クラスのホームコンピューターと比べて大容量であり、それが名称のもとにもなっている。さらに、サウンドとグラフィックスの性能も、 同時代のヒット機アップル2などと比べても遜色ないもので、しかも価格はアップル2に比べてずっと安かった。販売総数は1993年の販売終了までに1250万から1700万台とされ、単一機種としては最も販売台数の多いパーソナルコンピューターであり、今もこの記録は破られていない。 1983年から1986年の間、G64 は毎年200万台以上売れ、30%から40%の市場シェアを占め、競合機である PC、a t 互換機や Apple の製品や当たりの8ビットファミリーよりもよく売れていた。コモドール創業者の息子で後に当たり社長となったサムトラミエルは、1989年のインタビューで、 私がコモドールにいた頃、月産40万台というペースで C64 を製造するということが数年間続いたと述べている。成功の一因は販路の広さにあり、電気店だけではなく、デパートや玩具店でも販売された。またコモドールは C64 の部品の多くを自社で生産しており、供給量とコストを自社で制御できた。 ホームコンピュータ例明期の当時において、コンピュータを広く、大衆に行き渡らせることに成功した、最初の製品であるコモドール64は、自動車という新技術を一般大衆に広めることに、一役買って、大成功したフォードモデル T と比較されることもある。ゲーム、開発ツール、オフィス向けアプリケーションを含め、市販ソフトウェアは、約1万タイトルに上った。テレビに直接つないで、 使うことができ、実際はパソコンというより主にゲーム機代わりに使われた。戦略的な低価格路線などから21世紀に入っても現役で使うファンを生むなど、ファミコンやスーパーファミコン前世の時代においても北米圏を中心によく売れたばかりか、西ヨーロッパでも評価は高かった。また、デモシーンという文化を生み、1985年に、 発売されたアミーガも加わり欧米諸国で高度な技巧を競い合う素地を築き上げた。内蔵音源の指導音源は高年チップチューンでも多用されることとなる。特に欧米を中心に今も熱心な愛好家がいる。1981年1月、コモドール傘下の半導体企業、モステクノロジーは次世代のゲーム機向けのサウンド及び グラフィックス用チップを設計するプロジェクトを開始した。設計は1981年11月に完了し、グラフィックスチップのビッグーとサウンドチップのシド、音源が完成した。コモドールはそれらのチップを採用したゲームパソコンマックスマシーンをコモドールジャパンの技術者やして楽クラに開発させた。しかしマックスマシーンは日本で少量が販売されただけで世界的販売は キャンセルされた。同じ頃、ビッグマイナス20のアーキテクトで、システムプログラマのボブ・ラッセルと指導音源の技術者、ボブ・ヤーネスは、PET シリーズをビジネス向けに生産し続けている、当時のコモドールのラインナップに批判的だった。ビッグ2の技術者、アルカー・ペンターと、モステクノロジーのマネージャである、チャールズ・ウィンターブルの助力も得て、彼らは、CEO ・ジャック・トラミエルに、 ビッグマイナス20の低価格路線を継承する後継機を提案した。それに対してトラミエルはその新マシンにはラムを64キロバイト搭載させるよう命じた。当時64キロバイトの D ラムは100ドルもしたがトラミエルは D ラムの価格が下落傾向にありマシンを量産する頃にはもっと下がっているだろうと考えていた。1八十一年十一月 トラミエルは、翌年1月のコンシューマーエレクトロニクスショーに、間に合うよう開発を命じた。ビッグマイナス20の後継機として開発された。そのマシンのコードネームはビッグマイナス40とされた。ボブラッセル、ボブヤーネス、デイビッドエージンビッキ、ヤシテラクララが開発チームを結成。感謝祭とクリスマスも返上して作業したおかげで、チームは CS に間に合うようプロトタイプと、 サンプルソフトウェアを完成させた。内蔵ロムにはコマドーベーシック2.0が搭載されており、電源を入れるとすぐにそれを使えるようになっていた。発表に際して製品名はコモドール64とされた。これは当時のコモドールのビジネス向け製品が P128 や B256 のようにメモリ搭載量を示す数値を含む命名になっていたためである。 C64 は1982年1月のコンシューマーエレクトロニクスショーで印象的なデビューを飾ることとなった。生産担当のデイビッド・エイジン・ビッキによれば、我々のブースにやってきた当たり関係者は口をあんぐり、開けて、どうしたら595ドルなんて値段が可能なんだと言っていたという。低価格の秘密は、モステクノロジーという半導体企業を参加に、 収めていることによる垂直統合の効果だった。C64 用ゲームカートリッジ1982年8月に出荷を開始するとスーの対抗マシンとの競争にさらされた。最初は C64 の低価格が強みだったがすぐに他社も追随してきた。北米での主な競合機種はあたり400、800とアップル2である。 当たりのマシンはハードウェアとしてはよく似ていたがサウンドとグラフィックスにカスタムチップを使っていたために効果であり当たりは工場をアジアに移さなければならなかったまた当たりはコストダウンを目的として再設計もいったすでにリリースされてから時を経ているアップル2はハード的には敵ではなかったが後継機のアップル EA には コモドール64以上の高精細グラフィックモードがあった。また Apple II は筐体内に複数の拡張スロットを備えていたが C64 にはバス拡張手段としてはカートリッジ用ポートが一つしかなかった。ただし Apple は拡張スロットを一般的周辺機器の接続に使っていたのに対し C64 にはマザーボード上に それらを接続する専用ポートを備えていた。これら競合マシンは1982年から83年頃にはメモリ搭載量では大差なくなっている。アップル2のメモリ搭載量は4 8イトで C64 出荷後1ヶ月で6 4イト搭載のアップル e a が登場した。あたり800も4 8イトとなった。アップル2は C64 の2倍以上の価格だったが、あたり800は899ドルだった。他にも多くの競合機が存在したが、C64 の成功の鍵は、コモドールの大胆なマーケティング戦略にあった。コモドールは、C64 出荷後の1982年後半、価格性能比の相対的高さを利用した一連のテレビ CM を打った。 コモドールは認定代理店だけでなく、デパートや、ガング店や、ディスカウントストアでも C64 も販売した。これは、以前に、ビッグマイナス20でも取られた、販売戦略である。RF モジュレータ内倉であったため、テレビに接続して、すぐに使えた。このためビッグマイナス20と、同様、あたり2600などの家庭用ゲーム機とも、直接競合した。また、 アップル EA のように、コンポジット映像信号出力も備えていたため、専用モニターを接続すればより美しい出力が得られる。EA とは異なり、C64 のコンポジット映像信号は、エスタンシ出力のように、軌道信号と色信号に分離して出力可能であり、コモドール純正の1 7 0にモニターがそれに対応していた。 C64 の積極的な低価格戦略は当たりショックとして知られる1983年の北米でのゲーム機市情報会の主要因とみられている。1983年1月、コモドールはアメリカにおいてコモドール64の購入の際にゲーム機を含む他の機種を100米ドルで下取りするキャンペーンを展開。このキャンペーンに乗じて一部の通信販売業者や 小売店は不良在庫のタイメックスシンクレール1000を C64 におまけとして10ドルで付けて販売した。購入者はそれをコモドールに送り100ドルを得ることができた。コモドールの低価格戦略により主要ホームコンピュータメーカーは価格競争に突入。 価格的には安いものの性能的には C64 に大きく劣る ZX シリーズを A シンクレアリサーチ社よりライセンスを得て販売していたタイメックス社は同年中にコンピュータ事業から撤退した。またテキサスインスツルメンツや他の弱小メーカーも市場からの撤退を余儀なくされた。ジャック・トラミエルには1970年代の電卓戦争の際に TI と市場で競合し、 コモドールが倒産寸前まで追い詰められたという個人的恨みもあった。したがって、これには TIA の異種返しの意味もあった。市場の覇者となった後も C64 の価格はさらに下がり、1980年代後半には北米の一部地域では C64 を100ドル少々で購入できた。ヨーロッパでは競合機種はシンクレアの ZX スペクトラムとエコーンの BBC ミクロとアムストラッドのアンストラッド CPC464 である。イギリスでは数ヶ月前に C64 の半分の価格で出荷された ZX スペクトラムが市場の覇者となっていた。1983年時点で C64 が399ポンドに対して ZX スペクトラムは175ポンドだった。 北米市場ほどのシェアは持ち得なかったものの C64 は1980年代後半までイギリスの国民機 ZX スペクトラムと互角に戦い1985年以降はザペクトラムよりも販売台数が多かったコモドールはより高価で利益の見込めるマシンに切り替え C64 を生産終了にしようと何度か試みたが一定の需要が 市場に存在したため難しかった。1988年までに全世界で1500万台を売り上げている。アメリカでは1990年には C64 の需要が低下したが、イギリスを含むヨーロッパでは依然として、堅調に推移していた。最終的に時代遅れとなったせいではなく、コモドール社の財政的理由で C64 は生産終了となった。 1994年3月、ハノーファーでのスピットで、コモドールは1995年に C64 を生産終了すると発表。ただし、コモドールは生産終了するとした1995年を迎える前の1994年4月に倒産した。C64 を筆頭とするホームコンピュータ市場の構成は、 当たりショック後の当たり社製家庭用ゲーム機に追い打ちをかけ、北米のゲーム専用機の市場は壊滅した。この状況下で、ホームコンピュータ用ゲーム市場のみが残る形となり、結果として、北米のホームコンピュータ市場を席巻したコモドール64が、NES やセガマスターシステムが北米に上陸する1985年までの時期の北米ゲーム市場の事実上の覇者となった。 1980年代後半のゲーム市場は、北米では NES が流行し、任天堂の影響力が弱かった、欧州のいくつかの国では、マスターシステムが流行したが、C64 はゲームプラットフォームとして、すでに欧米各国で確固たる市場を築いており、その画像は崩れなかった。この頃には、上位製品の C128 も登場したが、ほとんどのゲームは C64。 C128 双方に対応した。コマドユーザーやザップ64などレビューの充実したゲーム雑誌が各国で多数観光され、開発プラットフォームをホームコンピュータにシフトすることで当たりショックを生き延びたほぼ唯一のゲームメーカーとなった。採用手のアクティビジョンを筆頭として、新興のエレクトロニックアーツ、US ゴールド、オーシャンソフトウェアといった ゲームメーカーが両作を投入する体制が整っていた。NES で人気のソフトは多くが C64 でもリリースされ、さらには R タイプや Ninja Warriors などファミコンにすら移植されなかった日本製人気アーケードゲームも多数移植されている。アウトランやスペースハリアーなどのマスターシステムのキラーソフトのセガ製品が C64 にリリースされ、C64 の キラーソフトとして機能したことも特筆される。若者における、ホビーパソコンの普及は、デモシーンを言う文化を生んだが、デモシーンで活躍した若年ハッカーたちが後に、プロのゲーム制作者となる例も、ドイツのファクター5をはじめとして、多々あり、そういった人々が NES などの強力なライバルが、登場した後も C64 にソフトを、供給し続けた。コモドール64の象徴。 シド音源 C64 は、もともとゲーム機として企画されていたこともあり、3チャンネルのイズ1チャンネルを同時発音可能な指導、音源、8枚、または16枚のスプライト機能を搭載した、VDP のビッグ2など、同世代のパソコンと比べてサウンド及び、グラフィック性能が群を抜いており、NES やマスターシステムなどの後発のゲーム機と、渡り合うのに、十分な機能を持っていた。 シド音源は、現在の視点から見ると制約が多いが、当時チップ音源で他に、類いのないフィルター機能や、変調機能などシンセサイザーに近い演算を行う、ことで、他の音源とは異なる、特徴的な発声を実現していた。また高速アルペジオなどのチップ中運独特の技法と、それらの技法を駆使して、曲を奏でる専門のゲーム音楽家を生み出した。 C64 の発売初期からロブ・ハバードやマーチン・ゴールウェイといった指導音源を十分に使いこなすゲーム音楽作曲家が活躍していたが発売後期に至ってはサンプリングによる合成音声すら取り入れるようになりサンプリング音声を代々的に取り入れたユン電話の編曲によるターボアウトランは世界三大ゲーム賞の一つであるエクッツの1989年度開催会にて 1989年度最高の8ビット音楽の栄誉に輝いている。蒸気のような充実したソフトの結果として C64 はゲーム機として1980年代後半においても NES やマスターシステムときっ抗する人気を持つことに成功し16ビット機が普及する1990年頃までは C64 向けのゲームも相当数がリリースされ続けた。 このようなゲーム機としての自信が後日の C64 ゲームズシステムにつながる。ちなみに NES のキラーソフトのスーパーマリオブラザーズはリリースされなかったがマリオに告示したクレートギアナススターズがリリースされ人気を博した。C64 を所有するゲームオタクに過ぎなかった若者はこれを用いてソフトウェアを開発することでお金を稼げることを知った。 トラミエル社長がスピットなどの展示会に参加した際、そのような若者たちが感謝の意を表すために、預金通帳を見せびらかしに来たという逸話がある。14歳にして、ゲーム制作に目覚め、17歳にして、チェッペリンゲームズを立ち上げた、イギリスのブライアン・ジョブリングや、前日のマリオのパクリゲーム、グレートギアナ・シスターズや、R タイプのパクリゲーム、 カタキスを制作して訴えられたものの、そのあまりの技術力の高さから、アイレムの公式デベロッパーとして、C64 版、R タイプの移植を担当することになった、ドイツのマンフレット・トレンズラガリ主展中の人物として知られている。コモドール社長のトラミエルは、経営人と対立し、1984年にコモドールを追放される。一方、 C64 との市場競争に敗北し、当たりショックに見舞われた当たりの家庭用ゲーム機、パソコン部門は、毎日巨額の損失を出し続けており、親会社のワーナーコミュニケーションズは、部門のリストラを決定、外部に買い取り手を探していた。業界に未練があったトラミエルは、発覚の条件で売りに出されていた当たりの家庭用ゲーム機、パソコン部門を買収し、その社長として、 ホームコンピュータ業界に再参入するという数奇な運命をたどる。コンピュータに無理解な経営陣に嫌気を感じたコモドールの開発者も全員が退職してトラミエルの新会社アタリコープに合流する。1985年、アタリコープは16ビットの次世代機アタリ ST を発売し、一方でコモドールも外部のアミーガ社の買収により、 次世代機アミーガを発売し、再び熾烈なシェア争いを繰り広げる。ゲームパソコンとしての C64 の事実上の後継機はアミーガ500である。ゲーム雑誌のコマドウユーザーも1990年より氏名を CU アミーガと変更するなど、1990年頃には C64 の市場はほぼ終焉するが、その後も生産は継続され、 安価なゲームパソコンとして長く愛された。1985年に登場した NES によるゲーム機市場の当たりショックからの復興、1984年に発売された IBM PC、a t 互換機とマッキントッシュのシェア拡大、またコモドールあたりがそれらに対抗しうるハードを投入できなかったなどの理由によって、 九百八十年代に、派を競ったスータのホームコンピュータは、ホームコンピュータという概念もろとも九百九十年代前半には、すべて消滅した。c 六十四は九百九十四年のコモドールの倒産によって終止符が打たれる。一時代を築いただけのことはあり、現在でも c 六十四のファンは多く、各種ハード上で動くエミュレータが公開されたり、C64 と、 同じ形をした、キーボード一体型 PC、a t 互換機が発売されたりなどしている。C64 愛好家の中には、イーサネットカード、専用ハードディスク、フラッシュメモリーインターフェースといった C64 向け周辺機器を作り続けている者も,もいる。また、C64 用ゲームのファンも多く、対戦型格闘ゲーム、インターナショナル空手や、 シリーズ累計で440万本を売り上げた、忍者アクションゲーム、ザラスト忍者などの傑作ゲームが、Wii のバーチャルコンソールで配信中である。マックスマシーンコモドール SX-64、コモドールプラス、4コモドール 64C と、フロッピーディスクドライブとモニターコマドール64、ゲームズシステム C64GS コモドール64が、 市場から姿を消して10年後の2004年中頃、1997年からコモドールブランドの権利を所有しているチューリップコンピューターズ BV は C64 のゲームを ROM に30本内蔵したジョイスティック型のゲーム機 C64 ダイレクト 2TV を発表した。設計したのはジェリーエルズワースで以前にも C1 という C64 クローンを設計したことがある。 アメリカでは2004年のクリスマスシーズンを前に QVC で通信販売された。一部ユーザーはこれに C64 用周辺機器やキーボードを接続して完全な C64 システムを構築した。また2005年にはラジオシャックがハマーの名でゲーム機として販売した。またエレクトロン社から2000年に発表されたシドステーションは C64 から MOS テクノロジー製、シドチップを抽出し、ミディシンセサイザーとして楽器化した商品である。テクノ、チップチューンといった電子音楽での使用を目的とした、他に類似したもののない比較的特殊な電子楽器である。コモドール 64X2011 年6月、コモドールのブランドを引き継いだ、コモドール USA が復刻版、コモドール 64X を発売した。 ただし、C64X は外観こそ、当時のデザインを再現しているが内部アーキテクチャは、インテル製デュアルコアプロセッサ D525 アトム、NVIDIA 製グラフィックチップセットイオンに、最大4ギガのメモリ搭載、USB、無線 LAN 等のインターフェースを標準装備した、現代の一般的な PC になっている。Ubuntu 十点一0デスクトップエディションを、標準搭載しているが、 Linux を独自にカスタマイズしたコマドー OS を開発中で、上述の Wii と同じくエミュレータで当時のゲームを動かす。またゲームカートリッジの復刻版の発売も予定されている。1982年の年末商戦に合わせ、日本でもコモドールジャパンより、カタカナキーボードのついた日本語版 C64 が99,800円で発売された。しかし、高価で、 対応ソフトも揃わなかったためほとんど売れなかった。対応ソフトはコモドールジャパン本社より発売された数本のゲームしか存在せず、あとはマイコンベーシックマガジンに載っているプログラムを手入力するか自分で作るしかなく、秋葉原などにあるショップで海外産ソフトの輸入物を購入しても日本語版 c 十四で走らせると文字化けするなどした。 C64 が失敗した最大の要因はファミコンの発売である。1982年11月に発売された廉価版 C64 ともいえるマックスマシーンは34,800円と安価でソード M5 やトミー、ピュー、フトシなどと競合しうる程度は売れていたが、1983年7月に ニンテンドーからファミコンが14,800円で発売されると C64 をはじめとするファミコン以下の性能しかないゲームパソコンはしばたたく間に淘達されてしまった。ビッグマイナス1001に引き続いてコモドールジャパンの下請けとしてゲームを制作したのは設立間もない日本の無名のデベロッパーだった HAL 研究所である。 当時の HAL 研究所にオリジナルゲームを開発する企画力はほとんどなくスペースインベーダーのコピーであるアベンジャーやラリー X のコピーのレーダーラットレースゲーム内容がルナランダーのコピーで効果音がムーンクレスタのコピーだったジュピターランダーなどの無許諾のコピーゲームが中心だったその完璧な移植度はユーザーから喜ばれたが コモドールジャパンはナムコから訴訟を起こされ、後に地獄承諾でライセンスを結ぶことで和解した。もともとマックスマシーン向けにリリースされたこれらのソフトであるが、米コモドール本社は後に発売された C64 向けソフトとして、欧米でもリリースすることで、ローンチタイトルを拡充することに成功した。だが、北米ではナムコのディストリビューターをしていたあたりが、 ナムコ製ゲームのライセンスを持っていたため、いくつかのソフトは当たりに訴えられて発売中止となった。一方コモドールは当時日本の中堅ゲームメーカーだったニンテンドーともビッグ -1001 の頃より交渉をしていたが決裂し、代わりにニンテンドーはコモドールのライバルであるコレコや当たりと提携してコレコビジョン当たり2600用ソフトドンキーコングなどをリリースしている。 ドンキーコングは C64 でもリリースはされたが、ずっと後の1986年のことになる。これら交渉先、提携先の米国企業のハードに影響を受けた任天堂、ニンテンドーは自社製ハードであるファミコンを出すことを決定した。設立当初より、クオリティの高さを示した、HAL 研究所は後に、ニンテンドーハードのセカンドパーティーとして取り込まれる。なお、欧米で、 ホームコンピュータが成熟期を迎えていた1980年代半ばの日本で安価なホームコンピュータという欧米での C64 に相当する地位を得ていたのは MSX である。しかし日本ではファミコンの存在感があまりにも大きかったため欧米でホームコンピュータが示したパソコンとしても使えるゲーム機の優位性は霞んでしまい欧米での C64 と比べて あまり普及しなかった。当時の日本のホームコンピュータ市場でシェアを握ったのは、安価な MSX ではなく、より高級な NEC PC-8800 シリーズである。ファミコンの人気を受け、NEC は安価な PC-6001 シリーズを打ち切って PC-8800 シリーズに力を集約し、河川的なシェアを得た。 C64 の指導音源は1980年代当時の日本では正当な評価を受けることなく終わったが、欧米ではチップチューンに使われる代表的な音源ということもあり、C64 を楽器として利用しているミュージシャンの砂原義則など日本にも愛好家は少なからずいる。1982年頃、C64 のグラフィックスとサウンドの性能に対抗できるのは、 あたりの八ビットファミリーだけで、あたり二千六百やアップル数をはるかに凌駕していた。c 六十四はヨーロッパではデモシーンと呼ばれる文化を生み、このムーブメントは c 六十四、c 百二十八の後継機であるアミーガに継承されることとなる。特にシドチップによるサウンドは音楽で今でも使われており、PC 用サウンドカードやエレクトロンシドションというシンセサイザーでも、 シドチップが使われている。なお、パル版と NTSC 版ではタイミング等で微妙な非互換があり、デモシーンの多くはパル版で開発された。1980年代のホームコンピュータとしては内蔵ロムにベーシック言語処理系を搭載するのが普通で C64 も同様だった。C64 はベーシックコマンドからアクセスされる。 カーネルという簡単なオペレーティングシステムも搭載していた。ディスクドライブは自前のマイクロプロセッサーを搭載しており、Apple 2のようにディスクドライブがメモリ空間を占めるということがなかった。PET シリーズ向けのコマドーベーシック4.0ではなくビッグマイナス20向けの2.0が採用されている。4.0はディスク指向を強化しており、C64 ユーザーには そのような強化は不要と判断したためである。むしろラムをカラー表示に多く避けるようにした。このバージョンのベーシックではサウンドやグラフィックス関連のコマンドが貧弱でユーザーはポケコマンドで直接グラフィックスチップやサウンドチップのレジスタにアクセスする必要があった。ベーシックのグラフィックス、サウンド機能を強化すべくコモドールは カートリッジ版の拡張ベーシックを2種類発売している。他にもパスカル、ロゴ、フォース、フォートランといった言語処理系が発売された。コンパイラ版のベーシックとしては、ペツピード2やターボライトニングがあった。しかし、商用ソフトウェアの多くは性能を最大限に発揮するため、アセンブリ言語で書かれた。C64 向けにサードパーティーから、 様々なオペレーティングシステムが登場した。JOS 以外に JOS 互換のサードパーティー製 OS が2種類開発されている。ただし、どちらも C64 のハードウェアを改造する必要があった。他にも Wings OS、UNIX 系でテキストベースの LUNIX、組み込みシステム向けで GUI を備えたカンティッキーなどがある。あまり知られていない OS として、他に ACE、 アスターックス、ドス、65、ゲコスなどがある。CP-M もリリースされたが、Z80 を拡張バス経由で追加する必要があり、真の C64 用 OS とはみなされない。しかもその Z80 は C64 のバスに合わせて、低いクロックで駆動されたため、他の CP-M マシンに比べて性能が悪かった。C64、C128 向け CP、 M は他の CPM マシン向けのソフトウェアが技術的には動作可能だったがフロッピーディスクのフォーマットが異なるためそのままでは使えず c 六十四、c 百二十八向けに CPM 用ソフトウェアが販売されることは稀だった。これは取りも直さずソフトウェアベンダーが c 六十四、c 百二十八をビジネス用途ではないと考えていたためであり 需要もほとんどなかったとみられる。1980年代には、コモドール64を使った草の根 BBS が多数存在した。ビザール 64, ブルーボード、シー、ネット、カラー64、ザ・デッドロック BBS コンストラクションセットといった、電子系地盤ソフトウェアをシソペがカスタマイズして使用することが多かった。草の根 BBS は、 ソフトウェアの違法コピーの流通にも一役買った。大手のパソコン通信もあり、イギリスのコンピューネット、アメリカのコンプやサーブ、アメリカのザソース、フランスのミニテルなどが挙げられる。これらのサービスは、顧客が専用ソフトウェア付きのモデムを購入する形で利用した。アメリカとカナダでは1985年11月から1994年11月まで C64。C 64 C128 ユーザー向けのオンラインサービスクアンタム、リンクが運営されていた。1991年10月からそれをアメリカオンラインと解消。現在も続いている AOL の基盤となった。マルチプレイヤー型のインタラクティブゲームは DC PDP-10 条で書かれたアドベンチャーゲーム MUD が発祥である。ブリティッシュテレコムのコンピューネット向けに開発され、アメリカでは コンプやサーブで広まった。このテキストベースのアドベンチャーゲームはパソコン通信上でリアルタイムの会話と戦闘が可能だった。1987年には C64、C128 専用だったクアンタムリンクでグラフィックスも含めたオンラインゲームの開発が始まっている。この頃は300ビット毎秒のモデムをサポートするためグラフィックスを使ったゲームの開発は 困難を伴った。1990年代前半までインターネットは、インフネットによって、商用利用が制限されていた。そのため初期の MMORPG やテキストアドベンチャーは、コンプやサーブや AOL といった、個別のパソコン通信業者のサービス上で発展していった。最初のグラフィックスを使ったオンラインゲームとして、クラブカリーベがある。 1988年、ルーカスアーツがハビタットとして、旧リンクを利用する C64 ユーザー向けに発売したもので、後にクラブカリーベと解消している。ユーザーは相互にやり取りでき、アイテムを交換できるようになっていた。初歩的なものだったが、オンラインアバターも採用しており、オンラインチャットとグラフィックスの組み合わせは当時としては、斬新だった。 ビッグ2は5マイクロメートルルールで製造されている。ピクセル単位の操作のために高いクロック周波数で駆動されており、発熱も大きい。そのためセラミックでパッケージされている。1983年に設計し直され、プラスチックのパッケージに変更されコストダウンを図っているが、発熱問題は相変わらずだった。そのため、ヒートシンクが必要になった。 さらなるコストダウンを図るため、電磁シールド用金属板をビッグ2の部分だけ二重にしてヒートシンク代わりとした。しかし、すべての C64 がそのようなシールドを採用したわけではなく、ヨーロッパ向けではボール紙に金属ホイールをコーティングしたものを電磁シールドとしていた。その電磁シールドとしての効果のほどは疑わしく、 ボール紙が熱の絶縁体として作用するという悪影響があった。シドチップは7マイクロメートルまたは6マイクロメートルルールで製造された。ごく初期のものだけセラミック製パッケージが使われたが、1982年初めに生産が開始された以降はプラスチックでパッケージされたものが使われている。1986年 C64 の マザーボードが6 4キロ1ビットの D-LAM チップを8個使っていたバージョンから6 4キロ4ビットの D-LAM チップを2個使うバージョンに更新されている。他の部分は設計変更されていない。C64C をリリース後、MOS テクノロジーは C64 のチップセットに MOS を採用し始めた。MOS の主な長所は電源電圧を低くできる点で、 したがって発熱も低減できる。そのため指導及びビッグ2の信頼性が全体的に向上している。チップの番号も 65XX から 85XX に変更された。1987年 C64C のマザーボードの設計を一新。モーズのチップセットを採用し、新たに64ピンの PLA チップスパープラを使って、 複数のタリックで構成していた回路を集積した。これが C64CO マザーボードの最後のレビジョンとなった。初期の C64 マザーボード C64C マザーボードコモドール六64のポート群 C64 は内部に電源回路を持たず AC アダプタを必要とする。これにより本体の小型化を図りつつ海外向けの生産も共通化できる利点がある。 周辺機器も同様だったため C64 システムの電源周りはスパゲッティのような状態になりやすかった。長時間使っていると電源が切れることでもよく知られていた。AC アダプタからは直流 5V と交流 9V を供給するため7ピンのリンコネクタを使用している。ACQV はチャージポンプ経由で指ドチップの電源として使用されたり、清流器経由で カセットレコーダーのモーター駆動用に6 8トを供給したり、内蔵時計の駆動用に CIA チップへのパルス入力に使われたり、ユーザーポートに直接 ACQV として供給されたりしている。したがって 12V の区形波でも良いのだが、9トの制限波が使われた。ありがとうございます。